金岡祐一2月25日から2021年5月24日は、日本の薬学者、実業家、学校法人富山国際学園理事長、北海道大学名誉教授、定下製薬代表取締役会長、三代目、金岡又左門の長男として、富山県上新川郡新城町で生まれる、旧西富山高等学校から、 東京大学薬学科に進学する。富山高校時代の同級生には、中尾豊元富山県知事らがいた。また、薬学科3年時から大学院時代は、姉と結婚していた、金岡高自宅に同居し世話を受けた。文部省が、国立大学薬学科を増設する方針に踏み切った、ため、父の反対を押し切り、恩師の推薦を得て、未知の大地であった北海道に渡り、 新設となった北海道大学医学部薬学科に赴任する。道大学は旧帝国大学であるため、それなりの環境下にあるものとして赴任するも、その研究環境はソフト、ハードとも惨端たるもので、悪戦苦闘する日々が続いた。1959年3月、薬学博士、学位論文の名は、ロビンソン脱水素反応による含む窒素縮合緩化合物の合成。 そのような中、1959年から1961年にかけてはアメリカ国立健康研究所において留学生活を送り、帰国後は共同研究により生体内の重要元であるチオールや神経伝達機構の解明などに取り組んだ。その後、薬学部長等を歴任式教、父が創設した富山女子短期大学教授に就任。 1993年、議系、金岡工事の休止に伴い、それまで課長として工事が担っていた第一薬品、定価製薬、富山国際学園の経営に携わることとなった。現在は、第一薬品の定価製薬との合併、富山国際大学の学部再編等に取り組んでいる。実定に、富山第一銀行代表取締役会長を務める金岡淳二がいる。 2021年5月24日死去、93歳没、死没日をもって生怨位に上される。ありがとうございます。